祝、書籍発売決定。で、やっとのことで今回発表できたんですけれども、それをいろいろ語りたい、今日、伊藤先生遅刻 !8 時20分、あいつに電話して、すいません。ぼそりと、今家です。 ぼそりと、ええー、言っていただきまして、ええー、まあ、彼の到着は、まあ、キックオフしてからでしょうと、そういう感じでございます。はい、もう本当に申し訳ないなという感じでございますけれども、ただやつなりに本は、ちょっとちゃんと考えたということで、そこはちょっと目をつむってやってほしい。もう本当にそこはね、なかなかもう改めてもう僕の方から。まあ、ちょうど今ね、裁判やってるということなんで、それが響かないといいですけれども、 伊藤の一言目予想。申し訳ない。ああ、疲れない。ああ、疲れない。申し訳ない。ああ、申し訳ない。って感じですね。低めで。アマゾン蹴り飛ばすよ、俺。アマゾン蹴って炎上するかもしれないんだよ、あれ、そんなの。あら、ジャクソンが入っていく、入っていく。あれ、あれ、どこで行くええええええまた抜いて、さらりとニコラス・ジャクソンが決めていきました 一人で、一人で十分であると。あれ、俺ラもまた抜いてったからこれ。あれもうエンバペとかしてますか、ジャクソンが。お、スリラーやってるやん。こいつセンスいいな。ちょっとあれだね。俺、ゴールパフォーマンス、あの、判定士なんですけれども、ジャクソンのスリラー結構、うん、評価高いっすね。 スリラーはちょっと、今このご時世スリラーはあるかいジャクソンつながれかマジかよこいつおもれーなおジャクソンなだけにマイコを下ろすとここで、いいですね。ぬるっと入っていきましたね。ジャクソンがちょっとやはり今年は非常の年なのが、常にワントップスタメンで出続けている、その意味を発揮しております。次、ジャクソン 5! <laughs> 確かにジャクソン解禁されたらこいつしこたまいろいろのできるな ムーンウォーク練習しとけそれこそもうポーとかでもいいしね。いや、名前がジャクソンのやつ今歓喜だな。ティアワンだよ、今。そしたらアシストはサンチョか。うん。妖怪ウォッチ説まだ否定できない。確かに、多分ニコラス・ジャクソン世代的に妖怪ウォッチだもんな。全然あるな。ゼロ式とかその時代でしょだって、こいつが。人生楽しかった時。で、マイケル・ジャクソン知らねえかもな、ニコラス・ジャクソン。なんか、 ママとのドライブで流れてたね、みたいなぐらいじゃない。いや、まだ否定できない。だって世代的にはそうだもん。だって今22とかでしょ ?23 でしょクソガキだな、マジでマイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソンじゃねえわ。マイケル・ジャクソンクソガキじゃねえわ。ニコラス・ジャクソン。はい。落とした。おさあ抜けたぞ抜けたぞちょっと待て。ちょっと待て、これ。覚醒しとる。 覚醒しとるぞ、この男を。完全に抜けていった。これやるんちゃうこれマジで。ムーンウォーク。いや、あえてやらないっていうのも俺的には評価高いけどね。いやー <laughs> 素晴らしいですね。 やりすぎないっていうところも僕的には評価高いね。これね。あんま毎回やるのではなく、要所要所でやるっていう。い完璧なフィニッシュです。なんかまじ、蹴り方がイーフトみたいだね。うん。イーフトみたいなアウトの流しでございます。ありよいしょ。さて、どうしましょう。めっちゃ電話入ってる。さて、どうしょ 一言目予想外したなー思いのほか軽やかだったわ、こいつ。<laughs> すいません。ちょっと調子しました。かと思ったら、こんにちはーすだって。なん <laughs> だ、こいつ思ったより陽気だったわ。<laughs> FC25 で遊んでるからだろ、お前。FC25 で遊ぼとったんだけど、眠かったんですよね。なんで8時にさ、<laughs> うん、夜の8時に、成人男性で寝ているのいや、違うんだぜ。<laughs> 違うんだぜ。何か理由があるんだぜ、これ。いや、わかんない。ずっと眠かった。<laughs> <ず>今日。ずっと眠かった、今日。で、タラク寝たあー、あの、リビングで寝ちゃったね。めっちゃ場所は知 <laughs> 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 らないけど。タラク、寝たつもりではないっていう。あの、うん、なんか、ぼちぼち。いろんな睡眠が何か所かにあるみたいな。 たぶん、帰って、昨日。朝8時ぐらいまで。吉屋さんいや、違う、寝てたんで帰って、速攻で。ああ、いっぱい睡眠したね。そっから FC25 で遊んでまして、昼飯食って。まだ12時とか13時でしょああ、でも、うん。うん。こっからよね。そっから寝てたかな。あれマジで 昼12時からもう一回寝ようと。8時間ぐらい大ゃ夫だよ。そもそも夜まで。うん。そしてこんなコメントが来てます。<laughs> ちまさん、5000円。ピンクスーパーチャットでございます。ありがとうございます。移動おはよう。ありがとうございます。ちょっとだけ遅れちゃったけど、よく来れたね。<laughs> 偉いぞ。ありがとうございます。お前さあこういうことするからアッシュさんが怒るんでしょ <laughs> 本当にアッシュさん今日誕生日なのに。 あ、そうなんですかそうですよ。ご存知おめうございます。いやいやいや、誰に言うてんだよ、それ。ああ<ー>。こういうことやってるから、アッシュさんが切れるのよ。本当に。なるほど。ただ、5000円くれたのは嬉しい。うん。<laughs> 非常に。<laughs> 非常に嬉しい。から、ありがとうございます。ありがとうございます。結果的にありがとうございますよね。結果的に。結果的には本当に。うん。うん。私がこう。 稼ぎ切った。稼ぎ切ったお前何を言ってるの <laughs> 本当に。稼ぎって言ったの俺、これのこと。言ってない言ってない。ない本当に。ホストですからな、なホストじゃねえです。<laughs> <laughs> 伊藤はシャフぐらいがちょうどいいぞと。いやー、シャフかな本出してんですけどね。マジで。こいつの本の一口コメントもいかれてたけどね、引用ついてるんいかれたコメント、おぉおぉ、おおぉ。お,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 おー これがまず。これが一点目す。すげえあっさり。あっさりですよ。あれこんな簡単に入っちゃうのみたいな。ね、うん。暫定2位、チェルシー。かなあ、ほんとだ。<laughs> 暫定2位まで来てます、チェルシー。そうか。確か勝ち点10は相当っすね、これね。ランパードッキで集めた勝ち点より多いんじゃない 2> <laughs> 第,第2次、ランパードッキより勝ち点集めた、ね。いマジな話多いんじゃない <laughs> だよね。あの、うん。 半年ぐらいやったランパードか。うんうん。<laughs> 3月以降ぐらいのランパードよりも。ああ、でもいいじゃん。チェルシーマジでやっぱ今年ある。いやマジで。どうなの結構、やっぱね、その若き衆たちがね、生えてきてるね。完全に。マデイケも自信盛り盛りだし、ニコラス・ジャクソンも自信盛り盛りだし。<laughs> なんか、マレスカについてあんま聞かないぐらいマレスカはなんか思ったより荒め立ってないね。うん、なんか、うん。 まあ今だからか。<laughs> <laughs> 普通にメンツもな、うん、エンクインクとかいて、寝と、ね、いて。だ既存戦力ばっか使ってるいや、そんなことないんじゃないそんなことない。あ、まあいろいろまんべんなく使ってるもんね。そうそう,そう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 。そンチョとアダラビヨヨが今日いんのが。都心アダラビヨーンがいますから。エンクインクもあるし。 フェリックスもなぁ。ジョアオもいるし。はい、フェリックス、完全なんだっけフェリックス、完全じゃなかったっけ完全か。チェルシーの者の、独り占めです。はあ。あれですか、上位対決で本領発揮する。勝負弱い。終盤弱い。まぁ、あ、でも別に優勝とかシール券入るぐらいだったら別にな。<laughs> まぁ、上位対決、うん、割と。そうそうそう。まぁ、3割ぐらい勝ってたらもう、うん。うん。全いける。うん。 デューズバリーホールはまじで微妙だなぁ。デューズバリーホールさんってさ、ベンチ入ってましたっけ入ってます。さすがに入ってるわ。ちょっとデューズバリーホールレスター返してあげたらっていう。うーん。思うんですよ。<laughs> マジで1年後戻りそうだと思ってた<ー>戻るもんだと思ってたよ、デューズバリーホールは。使わんのやらっていう。なんだろう、デューズバリーホールに関してはなんか、あんま輝く瞬間もまずないんだよな <laughs> うーん。まあなんだろうね。でもフィリップさんはでも代表とか入ってるレベルだったから。そう,そう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 。 でもなんか、個人的なんだけど、その、マレスカがデュースバリーホール引っ張ってきて、でもそこまで使ってないのがマレスカの中で俺個人的に評価高いんだよね。なんか、真似弟子だから固執するぜみたいな感じないくないああね、普通使うけどね。そう、なんかそういうのって自分のサッカーしてるタイプの選手って結構重用したりさ、うん、するけど、割とドライに、なんかそういうメンバー選びしてるところは効果を持てますね。広がったんじゃない デューズバリーホール一番だと思ってたけど、普通に海鮮かめっちゃええわ、みたいな <laughs> 話<し>。知らんかったから、話<し>あれだけど。めく <laughs> ちゃしちあれじゃな、うん。クラス、学校一の美女が大学行ったら普通だったってここいつ高校で可愛かったけど、東京来たらそんなだな、<laughs> <laughs> このレベルいっぱいいるわ。井 <laughs> の中の、かわずー。かわいすすぎるよ、それは。<laughs> 中盤がまじでゆるゆる。ああ。おおおそ<う> 2> お ?2 対3。なんか、お,お戻り遅くでおじさうわうわ<ー>力強く決めてきました。普通に決めた。普通に決めてきました。ジャクソンが 2G1A か。2G1A。なんか、なんだ今、めっちゃ人少なかった,かった人少なかったね。3対2だったよ、もう。うん、バスケ。うん。で、戻りがめっちゃ遅い。 これ来てんじゃないの選手のメンタルがすでにちょっと。ああ。このスタジアムでバカ息するかもしれないな、これ。ええー。バカ息するかもしれない、これ。うん<あ>。ユまである。あるね。攻撃はもう見事に一発で。うん。うんあれだね。ちょっともう一回見しても、もう一回やべえ表情してな、ロろ、ペでうん。ちょっと奥のやつ誰あれ。ランニングしてるの。パケタです。パケタランニングしす <laughs> パケタ何やってんの、これ。 疲れてるから。<laughs> 戻らないです。<laughs> ええや。<laughs> パケタだけじゃねえか、まあ、パケタ、まあ、うがないけどなうん。もうちょっと、苗落ちしてるかもしれない。苗落ちたね、これで。そう、パケタ王様だからね。パケタパケタに走らせんじゃねえよって、パケタが思ってると思う。じゃあ、パケタてめえ手取ろよ。<laughs> <laughs> いやー、コールパーマンも何ゴールで結構、毎試合決めてる ?2 ゴール目か。あ、二ゴール目か。でもアシストめっちゃしなねアシストが4足だもんね。わー、大丈夫か。これで10ゴールですかプレミアで。10。チェルシー自体が。あー。10?310。だから俺、ハーラン抜き、超えましたね。ついに。ついにハーラン抜きましたね。アースナルスで多分超えるからな、また。 やってみな。今、大丈夫何が <laughs> <や>その、失<何>点期待値で。いやいや、あらあ<の>まはピキうまいよ、ちなみに。引くほど金がない。<laughs> <laughs> <laughs>